おお、爆弾、爆弾を飛ばしまくってる。おお、爆弾連続。おお、突進。はい、どうもこんにちは。今回は、折り紙が意外と強いよっていうのを伝えていけたらなっていうふうに思います。スキル3が結構ヤバめな性能してましてね、まあ、これはちょっとみんなに強くしてもらいたいなっていうふうに思ってるんで、まあ、動画最後まで見ていただければ嬉しいです。それではどうぞ。まずはじめにスキルなんですけれども、このスキルポイントっていうのが溜まっていって、こんな感じで、スキル1、通常攻撃スキル1、スキル2、スキル3っていうので枝が伸びていくにつれてだんだんスキルとか通常攻撃が強くなっていくんですけれども、今回そのスキル3がめちゃくちゃ強いっていうことで全部強化してきました。まあいろいろあるんですけれども、火力全開で、ミサイルの攻撃回数が増えたり、まあ、確率で燃焼効果が起きたりで、ここが一番大事なところで、なんか突進攻撃が起こせるようになるみたいな、まあ、こんな感じで強くすることできるんで、まあスキル3優先で強くすると使いやすいよっていう形ですね。この突進攻撃っていうところはちょっと強い場面もあるし弱い場面もちょっと出てきてしまうんですけど、まあ基本的に上げるべきかなっていうふうに思います。じゃあこの強敵トライアルのマナでやっていこうと思います。はい、こちらの折り紙は突進攻撃のない強、スキル3ですね。スキル3連発して折り紙は、スキルクールタイムを全部 1,2,3 も1秒で受けちゃうんで、その分体力っていうのを減らしてしまうんですけれども、1秒で連打できるんでかなり使いやすいです。で、突進攻撃がないことによってまだ未完全な折り紙はこんな感じでずっと連続攻撃、スキル3で連続攻撃するのがありますね。爆撃でガンガン攻撃できるんで結構使いやすいっていう風に思いますね。こんな感じでマナも、強敵のマナも一瞬でスキル3のみで倒すことができました。はい、こちらスキル3の、突進攻撃を解放した折り紙になります。先ほどよりも、ジャンプ力っていうか、まあ、高いところまで飛んで、その分ちょっと時間が硬直時間が長いっていうのはあるんですけど、で今突進攻撃してるんですけど、突進攻撃するとちょっと敵に近づいてしまうんで、あえてしてない感じにしてました。一回挟んだのが突進攻撃になります。後ろ側に回避する距離が長ければ、こうやってこんな感じですぐ回避ボタンを押して後ろに逃げて強3、スキル3打ってまた後ろ下がるっていうやり方もできるかもしれませんね。ただまあ先ほどの方が硬直時間も短かったんで、突進攻撃ない方が連続で爆撃攻撃ができるっていう形になりますね。はい、でもなんだかんだ言ってこの強スキル3だけで余裕で勝ててしまいますね。先ほどよりも12秒ぐらい一応遅くはなってました。はい、今単体ボスを見てきたんで、次は集団戦を見ていこうと思います。気を引き締め、はい、では集団戦でのスキル3見ていこうと思います。まあ、まず最初に、敵の背後についてこんな感じで基本さんスキル3打ってボーンって突進攻撃がいますね。こちらの単体ボスだと、まあ、ボスに近づいてしまって火ダメが増えちゃうかもしれないんですけれども、集団戦は結構、まあ、火ダメもあるかもしれないんですけど、結構この突進するときに敵吹き飛ばしてくれるんですよ。この吹き飛ばし効果があるおかげで割と火ダメはしないですね。実はこのスキル1の次元算もかなり強い。これが全部スキルクールタイム1秒でできちゃってるっていう、結構化け物だと思うんですよね。敵を切り刻んでる音っていうのも結構良くないですか。はい、ボスですね。まあ、ボスも同じように敵の背後についてボスで3打ってドーン。この意外とこの飛んでる間が鉄砲、敵の鉄砲の銃の攻撃だと案外当たらないんですよ。実は近接キャラ、敵が近接で剣振り回してくるときは当たったりするんですけど、この銃関係は当たらないですね。って話してるうちに勝っちゃいましたね。マジでこれで配布キャラっていうのが化け物すぎて怖いですね。はい、いかがでしたか。かなりスキルクールタイム1秒で、強さんスキル3を連発してかなり広範囲にダメージ出せると思うんで、かなり強いと思うんですけれども、みんなどうだろう、育ててんのかな。結構みんなガチャキャラばっか使ってそうな気がするんで、育ててないのかなっていうふうに思うんですけど、このキャラは多分育てて大丈夫だと思いますね。かなり使いやすいんで、
ただあの突進があるかないか、まあスキル発動までの時間があの突進がある時とない時ので同じぐらいの硬直時間とスキル発動だったらかなり使いやすいなっていうふうに思うんですけど、そこをちょっとまあどう見るかですね。突進あると便利で集団戦においてはかなり吹き飛ばしてくれて便利なんですけど、そこに至るまでの硬直時間がちょっと長いし、ボスに対してはボスに近づいてしまうし、その突進キャンセルするまでの時間が結構長くなってしまうによってでスキル連発することが難しいっていう風になってるんで、まあスキル差連発する観点においてはその突進がないままにしておくのもありかなっていう風に思うんですけども、まあ集団戦に関しては絶対あった方がもう火力も高いですしね、突進の攻撃力が。まあそこはスキル連発したいかどうかで決めてもいいかと思いますね。ただまああのスキル3突進あった方が爽快感もあるし迫力もあるんで、自分は最後までスキル3強化するのをおすすめしますね。でましてあのスキル1も、結構強いんで、スキル3強化し終わったらスキル1強化して、まあ、スキル2はまあサポート効果寄りにはなるかと思うんですけども、まあ、防御力減らしたりもしてくれるんで、ポイントがたまり次第強化していけばいいかなっていうふうに思います。順番としてはスキル3、スキル1、スキル2の順番で、最後にまあ通常はもう上げる必要ないですねってな感じで上げていくべきかなっていうふうに思いました。皆さんスキル3かなり使いやすくて、強くて楽しいんで、よければ皆さん強化して使ってみてください。それではご視聴ありがとうございました。